三王宮日吉神社は、京都府宮津市にある神社、宮津里の総三度神とされた。例祭の三王祭は、江戸時代には宮津藩祭と定められ藩士も、その行列に参加した。宮津祭とも呼ばれている。旧社格は豪社。地元では、三王さん、日吉さんと呼ばれ、親しまれている。本殿新域前景宮津城下西部の滝の上山山すその、 松ヶ丘と呼ばれる宮津湾を望む丘を新域として鎮座する。境内には他に七社の説、末社があり、本殿右には式内社であり、摂者とされる杉松神社が祀られている。創建は平安時代とも言われているが年代は不明であり、大見国坂本の日吉大社より誕生されたものとされている。新域は元は宮津郷内唯一の古社である杉松神社の 境内であり、三能宮日吉神社は、平安時代にその境内地に祀られたとされる。やがて旧藩時代歴代の宮津藩主の数系の中で、出身となり、新域中央日本でをはじめとする社殿が、藩主により次々と作られていった。現在の社殿は1688年藩主、安倍正盛により再建。廊下は1716年に藩主、奥平ょ春。 続く平殿は1749年藩主、青山行道により建立、また廃殿は1835年藩主、本城宗明により建造をされている。本殿は、与佐郡一帯に分布する、社殿形式の最古例であり、京都府の指定文化財に、また他の説、抹茶の多くも文化財として登録されている。新域には、巨木が多く点在し、その全域は、 文化財環境保全地区に定められている。また近年、北前船機構地として、文化庁より、日本遺産に認定された宮津市の構成文化財の一つでもある。特に、江戸時代には、歴代宮津藩主の崇敬を受け、宮津里のうぶすながみとされた。宇治国一機は、宮津城と城下を区切る、大手川沿いの東堀川、京海道より、西前一機とされ、 春の祭礼である三納祭は上下挙げての大祭であった。宮津祭、国祭りとも呼ばれ、宮津藩や宮津城主と深く関わる藩祭として定められた。現在の御輿は幕末の藩主、本城宗秀が寄進したものである。神仏分離礼以前は三納者と称し、現在も宮津ではその故障で呼ばれ続けられている。慶太一は、 背後の滝の上山と共に、宮津屈指の継承地で、1647年に、時の宮津藩主であった、京国高弘が策定し、時代藩主、品濃守長井直長が、遠方年間に拡張、すすぎ玉邸と名付けて、指導を構え、庭園も整備した。その名残と言われる、大佐山家が残る。助願寺とは、境内続きである。 境内の北西に位置するすすぎたま庭園跡庭園は山陸の自然林を借景に滝石組を備えて人工の幕府を設けた庭園であり宮津市の名称に指定されている。写像の古地図によれば除岸寺川の上流から水を引いて爆流としており、その水道の遺構が石組の頂上にある。すすぎたま庭を中心に、 一体の風景を称賛した十六境の詩文が残されている。借景となっている後山を滝の上山と称するのは、この滝に由来するとの一説がある。また、境内の石段の脇に含むくれない桜が残る。含むくれない桜は樹齢400年ほどと推定され、藩主であった長井の青長が植樹命名した記録が残っている。 すすぎたま亭の大砂山家とともに、宮津市の天然記念物に指定されている。また、秋の初土俵入りの頃には境内に、数多く自生している、つわぶきが一斉に開花し、参拝者の目を楽しませる。宮津湾からの心地よい浜風がつわぶきを育む、環境を作り出しているとされる。拙者、杉松神社抹社恵比寿神社本節の出店。 宮津市内の指定文化財等一覧、三郎祭の巡行における記念写真三王祭、夜のお見合いり山王祭は、かつては4月の中の猿の日に取り行われ、現在は毎年5月15日に取り行われる例祭で、関連する行事は5月13日より始まる。発祥は、安土桃山時代に宮津城が築城をされ、城下町が形成されるより以前まで遡る。 猿の日に行われたのは、猿が三王の神の使いである紳士であることによる。1858年より4月15日に固定され、明治に入り、新歴に合わせて、藩主の命により5月15日に定められた。霊祭は、江戸時代には、藩祭とされ祭礼行列には、馬や槍などの藩主が、その行列に参加した。祭礼出し物は、宮津城内へも入り、 藩主がこれを見物して、褒美を与えた記録が残る。祭りには三越を中心に両市町の浮大湖、宮町の神楽、また、城下の主な町内が、練り物や最大二十六機の芸、山屋台を繰り出して、子供歌舞伎を行った。城下挙げての祭礼は、宮津祭りとも称されるようになった。明治期の町人、都祭城態の日記では、明治時代末期の祭日の様子を次のように、 伝えている。現在祭礼は八丁による輪番で、三能宮大御神楽と呼ばれる、四姉妹が13日から繰り出される。これは各家の役払いとともに、御しの進行道中を先に清める役割を持つためで、ある。翌14日からは、両市長の浮大孔と呼ばれる太鼓の伝統芸能が参加する。浮大孔は、芸能とともに15日の御しの真事に深く関わる。 役割を持ち発魚環境ともに、三越のすぐ後でこれを鼓舞する。漁師町浮大湖は、近辺で見られる太鼓芸の原型であり、宮津市の無形民族文化財に指定されている。三越巡行は、宮津城下の平安を祈る重要な儀式とされ、神社より海を隔てた向海岸の波路を旅所まで進む。江戸時代には、宮津城は、その途中にあり、藩主は、大手門。 波地門を開放して、三越の通行を許した。今も、巡行順路は当時と大きく変わることなく、継承されている。宮津各所で祈願を終えた三越は、両市長において、夕闇の中、練り込みと呼ばれる、失踪の往復を、幾度も行い、神楽異義物、浮き太鼓ともに石段を上り上岸の中で観光を、果たす。赤ちゃん初土俵入り赤ちゃん初土俵入りは、 境内にある式内社杉松神社の霊祭で行われる神事で、幼児が化粧回しをつけて見えない神を相手に相撲を取り、神聖な土俵の砂に尻をつくことで健康を授かるとされている。写像の文献によれば、江戸時代の前期の1681年に花相撲の奉納が行われた記録が残る。地元力士による奉納花相撲が取り行われていた影響で、 江戸中期に、う子の中の有力な家々が綾号などをもとにした化粧回しを作り、息子たちを土俵にあげたのが起源と思われ、完成年間にかけて徐々に現在の形になったものと考えられている。宮津の旧家には、かつて昔使われた化粧回しが残る家もあり、一部は山王宮日吉神社に寄贈され保管されている。現在の化粧回しは、宮津の風景や、 花々などをあしらって、神社で多数制作されたものを使用して行われている。境内の木付所で化粧回しと反点を着た幼児は、母親に抱かれてまず杉松神社で払いと祈願が行われ、その後神社正面にある土俵に進む。幼児を受け取った行事は、土俵中央で杉松神社に対面して、よいしょよいしょと言いながら、幼児に思考を踏ます。次に、 死于という声と共に赤ちゃんを抱えて土俵際まで神様を押し出す仕草を行う。再び死于という声を出しながら土俵中央まで押し戻されて赤ちゃんの尻を土俵につける。つまり杉松神社の神と相撲を取り神様を寄り切ろうとするが押し戻されて倒され負けてしまうのだが神と相撲を取ることで健康を祈願するという神事である。毎年秋の 体育の日に取り行われ、京阪神など遠方からの参加も含めて300名前後の参加がある。かつては男児のみであったが、近年は女児も参加できる。明治25年生。居住地から西の山王宮日吉神社のうじ子と思われる。ありがとうございます。